シュトットガルト放送交響楽団は、ドイツシュトットガルトを本拠に活動していた、南西ドイツ放送所属のオーケストラである。シュトットガルト放送交響楽団は、1945年にアメリカ占領軍により創設された。当初は南ドイツ放送局に所属し、名称も1975年までは、南ドイツ放送交響楽団と呼ばれた。1998年、 ドイツの公共放送局の統廃合に伴い、SWR に所属するオーケストラとなった。様々な著名指揮者のリハーサルを番組として放送し、カルロス・クライバーやセルジ・チェルビダッケなどの若き日の映像は貴重な資料として扱われている。基本的には、コンサートオーケストラであったが、バーデン・バーデン祝祭劇場のピットに入ったり、ユニテルのオペレッタ映画でバックを務めるなど、 劇場音楽の経験も豊富である。2016年に同じく SWR 所属のバーデン・バーデン・フライブルク SWR 公共楽団と統合し、新たに南西ドイツ放送公共楽団が創設された。ありがとうございます。